どうもこんばんは、NM です。さあ今回は久しぶりに、東京クールカルナバルの、ガシャを弾いていきたいと思います。ちょっとね、今回は石を450個用意したんでね、今回こそは UR 難民を、脱出したいと思っているので、まあ、ここでね第9弾の新 UR の金木か、誕生日ガシャでも登場した木並みをねパパパパパッと引いて、やっていきたいと思います。どちらか1枚引けた時点でやめようかとは思ってねいるんで、次のガシャまでね貯めとこうかと思っているんで、まあ、そんな感じで引けるっしょ。450個あったらさすがに、あの誕生日って言ったら有馬と金木のあの誕生日の時、どれぐらい使ったんだろう、2万はいってないと思うんだけど、まあ2万近くまで課金して出なかったんでね、結局カトルシラスじゃないからな、何作も出そうだけど、金に関してはあれしかないからな。ひなみ強いですよね、あのアンテークで組んだら非常に強い。でまあ金木を引いた場合にはね、リセとかまあプロもまだフル覚醒させてないんでね、まあ、こんなとこですかね。じゃあというわけで、30個使う6連が15回かな、引けるんで15回のうちに UR を引いていきたいと思います。では、やっていきましょう。6連ガシャル、さっきねガシャ趣味やってきたんですけど、いや UR1 枚も出なかったですね。2、30回やってきたんですけど、今回は SSR が1枚確定ってことで、お、フクロウじゃん、いいぞ。お、またフクロウ出た。これでもうフル覚醒確定なんだが、今三角してるんでね、こんなことある。まあまあいいでしょう、この30回は非常にプラスになった30回だったね。まあ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 、まだ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 2回目だぞと、あと13回は他でね、はい、まあ売るか売らないかって言ったら、まあ させるかな。まだ3、あれ何角させたいんだったっけ、あんま覚えてないんですけど、あー渋いですね。もうこの時点で石が90個飛んでるっていう、あ救出部隊まだ持ってなかったね。よし行け、来ないですね、厳しい。おお、SSR3 枚か。急に来るな、3枚。どういうね、初期のこのカードが持ってないっていう。なかなか厳しい戦いですね。もう150個目なんですけど、出ないっていう。なかなか、グルカルの闇を見てる気がする。ダラララって出るの、ほんとあれだな。さあ10回に突入していきたいと思います。残り10回ですね。頼むよ頼むよああ。なるほどなるほどなるほど、ああなるほど。コメントしづらいんだよ本当。ちょっと待って、ニュースピックが通知伝えてきたわ。お、いいぞ SSR プラスのリゼ、いいから UR をくれ、頼むから UR をくれ。お、来た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 ー、くわ、何が来る。お、来たぞ UR、 よっしゃー、ひなみありがとう、ありがとうございます。というわけで無事 UR 難民脱出ということで、本当の気持ち、ひなみが引けました、よかった。僕ねアンティークのパーティーはまあまあ揃ってる方だと思うんで、フクロウもフル覚醒させて、あとはまあ圧倒カネキを入れるぐらいかな。ありがとうございます。いやー本当にまあ石を210個残せたっていうところが大きいですね。嬉しいな、いいですね。お、また SSR プラスのリゼ来たんだが、これは熱い。お、いいねいいねいいね、
持ってないやつら非常に多かったんですけど、まあちょっとちょっと神引きじゃないですか。だって SSR プラス4枚引けて UR 引けて、まあ結果的に使ったあの石っていうのはそこまで多くないと思うけど、210個でしょ、最初450個だったから240個で UR 引けましたね。見ていきましょう。まあとりあえずリオもねまあまあ欲しかったんですよ。強いっちゃ強いんで、リゼが1枚と、本当の気持ち、ひなみが1枚、でリゼがもう1枚と、あとはフクロウが多分最初の方に2枚引けたんだよな、1回のうちに。あ、取れてるのか、多分ありますね、ボックスの中に。いやーよかった。ちょっと待って、詳細見たいから受け取れないよね、さすがに完成で何か売却して、何か売却を、すまんお前ら、ちょっと売却させてくれ。うん、やった、マジ嬉しいんやが、ほんま。やっとですよ、やっと UR。 もうね、 UR 持ってない難民の方はもう数多くいると思うんですけど、いいですね、リゼ。エスレとか、エスレとね、シャミキとかエスレと持ってたら強いんですけどね。というわけでね、もうマジにやけが止まらん。でもこれあれか、覚醒させるためにはコーヒー500個いるから、もうちょい引いといた方がいいのかなとは思うんですけど、ではまたね、次の機会に。多分 UR ナキが出たら引くかなとは思うんですけど、ナキかもしかしたらフクロウあたりが出たらね、引くかもしれません。というわけで、お疲れ様でした。今回は UR 難民を脱出できた記念すべきカルナバルガシャの動画となりました。お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。